甲州市の古史州公園内にある伝説の五島のヤギの像。ウーヤン伝説は古代中国の甲州市を発祥とする五島のヤギが稲作を伝えたとする伝説。甲州市の愛称である五、羊城、羊城、ミノル城や現地ブランドの由来にもなっている。五羊という表記は最古のものだと東大の市で確認されており、関連する伝説は進むにまで遡る。 同伝説にはいくつかの異文があったが、秋代以降に統一された。一般的なウーヤン伝説は、中原の祖先脱によって開拓された峰南の歴史を反映したものである。2007年に、この伝説が結出した高等伝承として、甲州市の無形文化財第1号に選ばれた。言い伝えでは、古代の甲州に干つが長年続いた時期があった。 食物が極度に不足し、人々は飢えを忍ぐことにも急していた。ある日、突然、空で聖なる音楽が奏でられ、五色の雲が南シナ海の空から漂ってきた。続いて異なる五色の服を着た五人の仙人が、異なる五色のヤギに乗ってその雲と一緒に現れ、それぞれが稲穂六本の束を持っていた。仙人たちは稲穂を民衆に与え、五頭のヤギを残して、 雲で飛び去っていった。人々がその稲を地面に巻くと、それ以降は、甲州に、風と雨が、定期的にやってきて、豊作をもたらしてくれた。すると、千人の残したヤギ五島は、丘の上に登るや石になってしまった。これが、甲州市の愛称の由来となった話である。この伝説の叙述記録は、新大朝まで遡ることができ、廃園の随筆、甲州記に見られる。 国葬の太平広告8年の太平五覧もまた、広州記の引用から、広州庁舎にはヤギ五島の絵がある。これは、高方が、その大臣だった頃に五島のヤギが穀物を携えてやってきたことから、広大な平野を持つ広州にとっての縁起物として、人々がそのヤギを描いたものだと言及している。また、東大の軍国史にも、三国時代後期の広州に、 千人五人が五色のヤギに乗ってやってきたので幸運を呼ぶとして今では人々がその絵を描いているとの言及がある。984年に書かれた太平寒気は当代の俗南越史記述に続いて千人五人が五色のヤギと稲六粒を携えてやってきたとの古い言い伝えがあると言及している。着目すべきは最も古い信代の話では千人たちが出てこない。 点である。彼らが後世の話で登場して、後藤のヤギに代わって英雄になった理由は、南北朝時代に道教が盛んになったためだと考えられている。東大以降に、五羊、羊城が徐々に古代欧州市の愛称となったことからも、同伝説が現地の人々に与えた影響の大きさが見て取れる。東大の北端じみた伝説によると、その当時人々は、 甲州にあった上皇美でヤギごとを生贄に捧げていた。最も古い同様の慣習が難関にあり、当時の人々が仙人たちを祀るために五千館という施設を建てた。北宋の経略士の蝶つは、甲州十州五千誇らきにウーヤン伝説をくまなく記録し、五千館建造の目的が千人五人が到着した場所を記憶に残すためだと説明した。 この記録書で、蝶つは、南越霊標勇気や、図行を引用しつつ、以下のように物語を詳細に創作した。はじめから、千人は五人をり、それぞれが茎六本の稲穂を持ち、五頭のヤギに乗って、到着した。彼らの服と、ヤギはどれも違う色で、全部合わせて五色だった。人々に稲穂を渡した後、千人たちは飛び去り、ヤギは石像になった。そこで、 甲州の人たちは仙人たちが到着した場所に寺院を建てたのである。伝説の具体的年代に関しては書物によって様々である。太平五覧では二つの説を挙げており、その時代及び三国時代に呉の塔治むが甲州の役人についた時とされる。重修五戦式では三つの説があり、元代の蝶卓時代、三国時代の呉の塔治む時代、 神代の各白が城を移した時代とされる。ところが、秋を末期から神代諸島に靴代一氏が表した関東信吾は、この物語が州の恵比寿王の時代に起きたと語っている。同書籍にある五羊氏という話では、州の恵比寿王の時代、南方の海に五人の仙人がおり、それぞれが色の異なる服を着て、彼らのヤギもまた服に応じた色である。 それぞれ彼らは六本の茎を束ねた稲穂を持って現れ、人々にそれを預けて、この地に二度と飢餓が起こらないようにと祈願した。これを言い終えると彼らは飛び去り、ヤギは死へと変わったと書かれている。この話は現代のものと非常に似ており、伝説の重要な要素が全て含まれている。20世紀以降にウーヤン伝説の神話学研究が行われるようになった。 歴史家の新中勤は1948年、関連する伝説上の話が、戦士の植民神話にあるという説を提示した。なぜなら、当時のヤギは、中原の北西部にいる家畜で、甲州がそこの北部だからである。また、仙人たちが持っている稲穂は中原での米の収穫を表すものだった。そのため、ウーヤン伝説の歴史的起源は、 歴史的な出来事が由来とされている。青春の末期、姫瀬の一族は、その人々の抑圧に耐えきれず、彼らは家畜と穀物を携えて、小高沿いに峰南まで南に移動し、その翌年に中国南部でこの二つを普及させた。つまりこれは、越津の人々が中原の先進文化を受け入れて、文明の第一歩を踏み出した話の抜粋及び改作だという。 現代研究では、ウーヤン伝説には、一般的に多くの史実が含まれていると、考えられている。その一つが、その人々が生産していた米を、峰南に持ち込んだ点である。総王朝の祖先一族のせいである、には、ヤギの鳴き声を表す、犠牲語、と同じ意味合いがある。二つ目は、青春の末期に、座への抑圧が原因で、 姫瀬一族がヤギと穀物を携えて、甲州や玉江デルタに移住した点である。三つ目は、甲州期の一節、甲方が異様だった頃に由来するもので、戦国時代には高、方とその一族が米と穀物を、甲州や玉江デルタに持ち込んだと人々は考えていた。高方の子孫の姓は、今日で、これは漢字の羊と女で成り立っていたため、 人々は高固一族のことを表すのに、羊の文字を使っていた。これらの歴史背景があるという。ただし、その方言だと、羊は、実際には、犬を意味するため、ウーヤン伝説は、実際のところチワン族やトン族並びに、南越国の少数民族で共有されていた、犬取り投手という濃厚神話の古事が由来だと、考える学者もいる。 この例南地方の孤児が祖に持ち込まれた後、それが中原の知識人によって収集及び改定され、再び峰南に持ち込まれた。だから五色用というヤギは、実際には五色の毛を持つ伝説の犬、ハン佐サゴのことだとする説がある。五戦艦、ウーヤン伝説の最も古い仏性が、甲州にある五戦艦である。北曹時代には十憲房に五人の仙人を祀る。 人員があった。南宋時代に幾度回転するも、民の時代に火災に見舞われ、1377年に破産に移って現在に至る。中華民国の時代、1923年に戦争資金調達のため自治体が人員を競売にかけてしまったが、中華人民共和国成立後に政府がそれを国有化して国家文物局の管理とし、 1980年代に修復された後一般公開された。同寺院は1963年3月に甲州市の文物保護単位に指定され、1989年6月に関東省の保護へと昇格した。現在、ゴース戦艦には1000人5人の長像がヤギ5頭の石像と共に置かれ、5人の1000人は国神として崇められている。また、 長さ1メートルに及ぶ足跡状のへこみがある巨大な赤い砂岩があり、こちらは千人墓石と呼ばれている。五千貫の他にも甲州市にはこの伝説に関連する地名がいくつかある。例えば、京福西の通りにある千となりちまたわご千貫旧跡の近隣にあったことから命名された。海樹中寺は寝代に千筆寺街、西号街と呼ばれ、これが統合して、 海樹路の一部となった。明の家星年間に人々が築いた甲州の新たな城の難問が五羊門と呼ばれており、寝台に五千門と改名された。また、その門のそばには五羊駅という休息所があった。1900年代初頭には五羊発電所があった。古史修公園にはウーヤン伝説の五羊石像がある。 これは1959年に建造されたもので、現在は、甲州で有名な観光地の一つであり、甲州市のランドマークとみなされている。現代で、ウーヤンと関連した地名としては、古市周区に五羊新城という区画があり、そこには五羊小学校や五羊中学校のほか御羊村駅という地下鉄の駅もある。五、羊線の前、総時代。 五戦艦ができて五刀のヤギを捧げ祭るのと同時に踊りも行われた。現代の学者たちは、韓国の古典書籍、新戦劇の中に、五、羊戦の舞が1114年に朝鮮へ輸入されたとの記述を見つけた。この舞は、僧の王宮で公的かつ日常的に行われていた踊りだった。高麗氏と、 新戦劇にはその踊りの内容が記されており、踊り手5人が聖なるヤギ事を演じ、音楽に合わせて複数の舞を披露するものとなっている。甲州市には、ウーヤンにちなんで名付けられた企業や商業ブランドが多数存在する。例えば、甲州五、羊機械建設、羊城万宝法業集団、甲州五羊化粧品、五、羊パイユ機構、 羊パイ自転車などがある。1925年と1989年、公衆市地方政府は、市章の図案を二度公募している。一回目と二回目どちらの市章にもやぎごとうと稲穂のデザインが一部採用され、公衆の人たちにとって、ウーヤン伝説が非常に重要であることが見て取れる。1936年、 中華民国政府は後、羊堂元という青銅貨を発行した。その貨幣中央の穴の下側に、ヤギ五頭が刻印されている。裏面は穴の周囲に天書体で、羊の文字が5つ刻まれており、またコインの額面は、一線となっていた。甲州地下鉄のシンボルマークにも、羊城を表す、ヤギの角が含まれている。甲州市で行われた2010年、 アジア競技大会では、大会エンブレムとマスコットの両方に、ウーヤン伝説の要素が含まれていた。同大会エンブレムは、古史修公園の後、羊石像を模した炎のデザインで、大会マスコットはまさしく後藤のヤギだった。ありがとうございます。